皆さんこんにちは。レック専任講師の木村真由美と申します。レックで、土地家屋調査士試験の講師をしています。で、今日は、その土地家屋調査士という資格試験について、これ実は狙い目なんだということで、今この実は狙い目、土地家屋調査士のすべてというテーマで、皆さんに30分ほどお話をさせていただきたいと思います。ぜひこの機会にこの土地家屋調査士という、仕事資格を知っていただいて、ぜひ興味を持っていただきたいなというふうに思います。はい。で、このガイダンスで使用する、レジュメちょっと用意しているんですが、はい。レックの各本校でね、これ視聴していただいている方は、お手元にあるかと思います。ご自宅で、聞かれている方、これ一応ダウンロードできるようになっていますので、一応資料として皆さんに、配布していきたいと思っています。はい、ダウンロードしてプリントアウトを、よかったらしてみてください。はい、あとは、はい、レックの土地家屋調査士試験対策、この講座のパンフレットになっています。はい、こちらの方もお手元にある方は準備していただいて、で、今ないという方は画面に映しますので、見ていただければ結構です。はい、では早速、はい、まず土地家屋調査士の業務、これはどんな仕事をしている人たちなのかというところなんですけれども、これざっくり言ってしまうと、不動産の物理的現況、これを調査して、これは登記所というところ、法務局といった方が分かりやすいですかね、法務局に登録してもらう、これの代理人です。だから不動産なので土地と建物ですね。その土地と建物についての現況、現在の状況です、で、状況というのは物理的現況なので、例えば建物だったらどんな構造をしているのか、そして何階建てなのか、何平米ぐらい床面積があるのか、あとはどんな用途に使われているのか、こういったことが物理的現況ということになります。土地だったらやっぱりどのぐらいの面積があるのか、どんな利用目的に使われているのか、あとは建物建てられるのかななんていうところも気になるところですよね。そういったことを調査して、そしてそれを登録する。で、これもちろん所有者がね、やらなきゃいけないことなんだけれども、そういった知識当然ないですから、そこを代理人としてやっていこう、それを業としようというのが土地家屋調査士で、この物理的現況の調査、そして登記の申請、これを代理で業とすることができるのは土地家屋調査士のみです、誰もできないですからね。他に弁護士さんだろうと司法書士さんだろうと、表示に関する登記というふうに言いますが、その物理的現況の登記、これに関しては調査士の独占業務です。もう独占業務というだけで、かなりワクワクしてくるんじゃないでしょうかね。はい、で、実際にちょっとパンフレットで見ていきたいと思いますが、お持ちの方は8ページ9ページ開けてみてください。はい、こんな人見たことないですか。こんな人見かけますよね。で、これ何やってるのって言ったら、ここに書いてある通り測量してます、要は土地の面積測ったりしてるんですね。はい、で、こんなことしたり、あとは登記の申請なんていうふうに書いてあります。で、これ実際に法務局にね、出向いてるところの写真ですけれども、実際に登記の申請をするにあたっては、これ郵送でもできるし、あとは今オンライン申請といって、もうこれインターネットで申請するというのがどん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 普及してきています、だから実際に登記を申請するために出向くかというと、おそらくね、どん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 少なくなってきているんじゃないかなと思います。はい、で、こんなことしたり、こんなことしたりということになるので、これ仕事としてもフィールドワーク、はい、これはもう現場に出向いて外作業です、あとはこれをするにあたっては
申請書等々を作らなきゃいけないので、はい、デスクワーク、これも必要になってきて、土地家屋調査士の業務ってこのデスクワークとそれからフィールドワーク、なんかかっこよく言ってますけれどもね、現場に出ることとあとは内部の作業と、ね、これがすごくバランスがいいんです。はい、とてもね、まあ私はここに魅力を感じて、まあ、この資格を取ろうというふうに思いました。で、じゃあ実際に、まあ、仕事があるのか、ね、まあ、土地家屋調査士ですからね、もう土地や家屋がある限り仕事はなくなるということはありません。ですからどんどんチャレンジしてほしいんですね。まあ、実は狙い目っていうのは、まあ、ここにもあります。まあ、今こういった、まあ、コロナの時期で、まあ、なかなか今の仕事をずっと続けていけるのか、ね、まあ、そういった、まあ、考えを持っている人もこれ中にはたくさんいらっしゃると思います。ね、でそういった方の選択肢の一つとしてこの土地家屋調査士というのが、まあ、なればいいなというふうに個人的には思ってます。じゃあどんな資格なのか、まあ、こういった仕事をするんだな、もちろん細かくね、話していくともっともっとたくさん仕事はあるんです。土地に関してはこの登記の申請というところにとどまらず、今土地家屋調査士はね、これさまざまな仕事があります、ね、じゃあその土地家屋調査士に、まあ、なるために、まあ、何が必要なのかって言ったら、これ試験を受けなきゃいけないということになります。でこの試験を、まあ、受けようと思ったら、ね、やはりまずはこの資格で食べていけるのか、ね、実際に土地家屋調査士って全国に何人ぐらいいるのか、ね、まあ、そういったところも気になってくると思います、ね、ちょっと資料を使ってお話ししていきたいと思います。はい、2枚目見ていただきましょうかね。はい、まあ、皆さんプリントアウトしてもらったものは、まあ、白黒だと思いますが、そこはちょっとご了承ください。はい、まず全国の土地家屋調査士の人口、全国で何人ぐらいいるのか。はい、現在、まあ、1万6000人ちょっとということになりますね。はい、ちょっとアップにしますが。はい、まあ、平成31年のデータですけれども、1万6471人。まあ、でもそんなに少しずつ減ってはいますけれども、大きく変わってはいません、ね、まあ、10年の間に、まあ、1万7000からまあ1万6000、ね、まあ、このぐらいで推移しています。でそのうちやはり女性少ないんですよね。女性の会員数、右側にカッコ付きでありますけれども、まあ、31年でまあ500人ちょっとということになります。ただ女性でもこれはどんどん活躍してきています、増えています。女性に関してはここ見ていただいても分かる通り。で実際に受験生もやはりこの10年でだいぶ増えてきています。だから女性でもできるんだよということで、まあ私は女性にもおすすめしたいなというふうに思ってます。もちろんね、まあ女性にどんどん出てくださいね、あまり女性女性というふうに言いたくもないですけれども、ただこんなにやはり差があると、まあどうせだったらね、男性女性半々ぐらいいればいいじゃないかって普通に思いますよね。まあ私は自分が、まあ、一応女なのでそういうふうに思うのかもしれませんけれども、やはりどんな業界でも、まあ、女性と男性の割合半々ぐらいであるべきかなと思っています。そしてまあ測量大変かなというふうにね思われるかもしれませんけれども、やはりフィールドワーク、ね、これが好きな女性もたくさんいると思うんですよ、ね、で外ばっかりの作業じゃないです。そして登記の申請というふうなところで考えていくと、やはり法律の知識も必要になってくるんです。私はここにもすごくね魅力を感じて、この土地家屋調査士受験しようというふうに決めたんですが、まあ法律の勉強もしつつ、ね、あとは測量も勉強しなきゃいけないので、これ数学の知識も多少必要になってくる。自分が数学学生時代に得意だったかっていうと、全くそんなことはありません、ね、ただ調査士の取得の調査士試験の合格のための学習だというふうに割り切って勉強していくと、ね、そんなに幅広いことをやるわけではないので、これは楽しんで学習ができます。
ね、まあ楽しんでというふうに言ってしまいましたけれども、もちろん楽しいことばっかりではありません、ね、ただ普通の勉強とはちょっと違います、ね、だからこうメリハリをつけて最後まで、ね、飽きずに勉強することは間違いない、ね、飽きずに勉強できることっていうのはこれ間違いないと思ってください。はい、まあ、だから女性もね、どん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 参入してくださいということです。はい、じゃあ年齢的な構成はどうなってるのか。はい、2つ円グラフありますけれども、左側がこれ土地家屋調査士として働かれている方の年代です。はい、ちょっとすごいですよね、これ70代の方が 17.8%、60代の方が 28.3%、 60代70代でこれだけを占めるんです、ね、そして50代 20.3%、 40代なんてまだまだ若者ですよねというのがわかると思います、ね、ここから何が言えるのかというと、これは40代から勉強を始めても、ね、これ遅くないよということが言えますよね。そして20代に関してはグラフに入りきらないぐらい、ね、これ 0.3% とあります、ね、本当に少ないんです。で実際に、ね、まあ、受講相談に、まあ、来てくれる、ね、お客様たちも、ね、いらっしゃるんですけれども、先日いらしてくれた方は20代の方で、ね、でもうこれ20代なんか全然いないから、ね、もう自分が取ってこれどんどんバリバリやっていきたいなんていうふうなね、ことをおっしゃっていました。もうぜひ若い方にもどんどん参入していただきたい、ね、そして40代50代の方も、ね、これからどんどん活躍できますよという業界なので、40代で勉強を始めるのがいや遅すぎるよなんてことはこれ絶対ありません。こういった相談も実は受けるんです。40代から始めたらやっぱり遅いですよね、ね、でもこれ見たらそんな風に思わないですよね。40代で合格して、ね、そこから例えばまあ3年どこかで修行して、ね、そして独立開業、ね、これ全然遅くないと思います、はい、で実際に受験生はというと若い方増えてきています、はい、新規の登録者の年代構成ということで、新たに登録される方、はい、30代40代、まあ、ここがほとんどですよね。ってことはやっぱり40代で登録するという人がこれだけ多いということですから、ね、これはもう30代40代全然ここで勉強を始めても遅くはないということを示していると思います。いいですかね。はい、じゃあ仕事実際あるんですか、ね、さっき私言いましたけれども、土地家屋調査士なんだから土地や建物がこの世からなくなることってこれありえないですよね。ってことは仕事あるんです。はい、3枚目見ていただくと、はい、不動産登記事件数の推移、登記事件なんていうふうにね、いきなり出てくると何の事件だと思われるかもしれませんが、まあこれは例えばね、土地家屋調査士だと物理的現況、ここを調査して登録する登記するというのが仕事になってくるので、登記事件というのは何を表すのかというと、例えば建物を建てました、これ登記事件です、ね、なぜかというと建物を建てたということはこんな建物がここに建ちましたよ、だからこの建物を登録してくださいというのが登記の申請になるんです。だからこれ登記事件の発生ということになります、ね、これだけじゃなくて、じゃあ一度建物建っちゃったらその建物についてはこれもう何にも仕事なくなっちゃうのかって言ったらそんなことないんです、ね、例えば建物、ね、しばらくしてもうちょっと広くしたいな、増築するなんていうことありえますよね。建物を増築しました、これも登記事件なんです。登記事件っていうのは結局登記をしなきゃいけないこと、ね、登記をしなきゃいけないことが発生しましたよ、ね、だから増築したというのは私たち表示に関する登記の登記事件ということになります。
そうすると増築したことによって床面積が増えました、だから床面積を変更してくださいという登記の申請というのが必要になる。これを建物の所有者さんに代わって私たちが行う。登記事件が発生したので私たちの仕事が発生したということになります。あとはその建物古くなったので取り壊しました。取り壊したというのもこれ登記事件なんです。建物取り壊した、登記事件が発生です、ね、じゃあその建物の情報を閉鎖してください、ね、その建物の登記というのを閉鎖してくださいという登記の申請、名室登記の申請というのが必要になる。それをお客様に代わって、建物の所有者さんに代わって私たちが代理で行う、仕事が発生するということになります。で、今建物のことばっかりポンポンポンって言ってきましたけれども、最後の建物を取り壊しましたよ、でその取り壊した跡地を駐車場にしましたよとなったら、これもやっぱり登記事件が発生したということになるんです。今度は土地です。土地の利用状況、今まで建物建ってたから宅地という利用状況で情報が登録されているんです、ね、でもそこを駐車場にしたということは利用状況が変わるんです。だからその利用状況を変更してくださいという登記の申請が必要になる。それも私たち土地家屋調査士が代理でできる仕事です。すべて今言ったのは不動産の物理的現況に関する内容で私たちの仕事になります、ね、これだけでもこんなに仕事が発生するんだっていうのがわかると思います。はい、で今の登記事件というふうに考えてもらって、で登記というのは今お話しした物理的現況を表す、要は土地家屋調査士が担当する表示に関する登記のほかに、ね、権利に関する登記というのがあります、ね、そういったこともまとめて入っていますけれども、権利に関する登記は、まあ、司法書士さんという、ね、資格の方が、まあ、やられることということになるので、まあ、不動産登記といったら土地家屋調査士とそれから司法書士、ね、この資格が絡んでくるんだということになるんですね。はい、で事件の推移、はい、まあ、これもそんなにね大きく減ったり、まあ、大きく増えたりというのもないですけれども、やはり安定してます。はい、で、まあ、この合計のところを見てみると、令和元年まで入っていますけれども、土地と建物を合わせて、まあ、1200万件って言ってもやっぱりちょっとピンとこないと思います、ね、ただこの10年でも大きくそんなに変わっていることはないし、やはり冒頭私申し上げたように、土地と建物がこの世にある限り、まあ、仕事はなくならないということです、ね、仕事はありますよということ。はい、で次の、はい、4番というものをね見ていただきたいと思います。はい、4枚目です。土地家屋調査士の傾向、はい、やはりネックになってくるのはこれですよね。測量なんて簡単に覚えられるのか、はい、まあ、簡単ではないと思います、ね、ただここに関しても、はい、ある程度経験を積んで、新人研修をね受けられた方の経験年数、これを表しています、はい、で、まあ、新人研修というと、じゃあ土地家屋調査士試験に合格したらすぐにみんなが受けなきゃいけないものかっていうと、これ実はそうじゃないんですね。新人研修はあくまでも登録後一定年数以内の方を対象にしているということは、まあ、合格してで数年、ね、どこかの事務所で修行をして、そしてじゃあ自分で登録して独立しようというタイミングで受ける人ももちろんいます、ね、合格してすぐに受ける人ももちろんいます、ね、あとは、まあ、結構実務やってる先生が、あ、そういえば受けてなかったな、今年受けようなんていう先生もね、まあ、私知っています、ね、まあ、だから、合格した
年に全ての方が受けてるわけじゃないんだよっていうところもね、ちょっと頭に入れていただきたいと思います。はい。でここはちょっと試験に関することなんですけれども、土地家屋調査士の受験について午前免除というふうにあります。これこの後ちょっとパンフレットで土地家屋調査士試験ってどんなものなのだというのをね、ざっくり見ていきたいと思いますが、普通に受けると午前と午後、これ1日試験になります。午前の部、午後の部というふうに分かれていて、普通に受けると1日がかりの試験なんですが、ほとんどの人が午前は受けないです、ね。まあ、午後の部だけでも、まあ、かなり大変なんです、実は、ね。まあ、合格率も、昨年令和2年は 10% 超えたんですけれども、やはりいろいろコロナの影響なんかもあって受験者数もまあ実際減っていたので、まあ、その合格率が今後も続いていくかというとちょっと微妙です。まあ、今までだったら 8% ぐらいの合格率、ね、まあ、これがずっと続いてきた 8%9% ぐらいをまあうろうろしているような感じです、ね。まあ、だからそんなに簡単な試験ではないっていうのが分かると思います。そうすると、まあ、午前と午後両方受けて受かる人ってなかなかいないです。だからここで示している通り、ほとんどの人が午前の免除を受けます。じゃあ何があったら午前の免除を受けられるのかというと、ここなんですね。右側見てもらうと、測量士補、測量士、ね、あとは建築士についてもこの試験に合格している人はここ免除もらえるんです、ね。だからもともとないよという人は、じゃあどれか取りましょうということで、この中で一番簡単な測量士補というのを受験してもらうことになります、はい。ただこれがやはりこのコロナの影響で、令和2年はこの測量士補の試験が土地家屋調査士の試験よりも後になってしまって、ね、結局午前を受けざるを得ない人が、まあ、たくさん出てきたというのが、まあ、実際のところです。本来だったらこれ5月なんですね、試験。だからこれ5月に受けて、そして10月の土地家屋調査士の午後の部だけ受けるというのが王道です、まあ、だから本来はこういった形を取るんですよというふうに思ってください、はい。まあ、だから測量関係の方がやはり多いのかなというのは言えるかと思います。もともと測量士、測量士法持ってますよという方もこれたくさんいます。ただもともとないよという方はここを狙ってもらうんだというふうに思ってください。はい、次に1枚飛ばして、はい、ここ見てみましょう、はい。調査士以外の取得済みの資格、はい。まあ、調査士合格した人が新人研修受けるにあたって、まあ、これアンケート取ったんですね。で他にどんな資格持ってますか、はい。宅建士、はい、私もここの口でした、ね。私は宅建士、まあその当時は宅地建物取引主任者なんていうふうにね言ってましたけれども、この宅建の勉強をするにあたって土地家屋調査士という資格を知ったんですね。で非常に魅力を感じて、ね、もう一気に勉強を始めたというのが、まあ、私の話になりますけれどもね、まあ、そういった方は私だけではないようですね。今までの受講生もたくさん聞いてきました、はい。あとは測量士、測量士法、ね、もうここ持ってる人は、まあ、土地家屋調査士いずれチャレンジしようというふうに思ってた人もこれかなり多いみたいです。あとは行政書士持ってる人もこれたくさん多いで、これ行政書士に限っては土地家屋調査士を取ってから行政書士を取りに行くという方もこれたくさんいらっしゃいます。これを見ても分かる通りで、私が実際に、生で受講生の話を聞いていても、ね、合格した後これの勉強して取りましたよという人をね、これたくさん知っています、はい。まあ、でじゃあなんで行政書士取ろうと思うのかというところなんですが、先ほど、ね、まあ、登記事件の発生というところで建物取り壊しましたよ、ね、でそこを駐車場にしましたよ、ね、この
駐車場にしたということも登記事件なんだという話をしました。でこれは土地の利用状況、これ地目という登記事項になりますが、ここが変更したということで変更の登記の申請というのが必要になってくる、そんな話をしました。でこれは宅地から駐車場を表す、まあ、雑種地なんていうちょっと難しい地目で表すんですね。宅地から雑種地への地目変更登記だから何も問題ないんだけれども、これがもともと宅地じゃなくて例えば畑とか田とか、ね、いわゆる農地だった場合、ね、これもすでに行政書士ね持ってる人はよくわかると思いますけれども、農地を農地以外にするためにはこれ農地法という法律に基づく一定の許可が必要になります。でこの許可の申請についてはここ行政書士さんの仕事になってくるんですね。だから土地家屋調査士と行政書士、ごめんなさいね、神々ですね、土地家屋調査士と行政書士、ね、この2つを持っているとスムーズに、ね、ワンストップで進むことができる、ね、こういったメリットもあるので、ダブルライセンスで行政書士と土地家屋調査士持っている先生、これかなり知ってますね。あとはもちろん、ね、権利に関する登記もできればその部分全部不動産登記できちゃいますからね。司法書士を持ってる方、ね、もちろんいらっしゃいます、ね、ただ、まあ、司法書士と土地家屋調査士っていうのは別に両方持っていなくても、ね、ここはお互いで紹介し合ってということでこれ十分、ね、回っていくので、逆に紹介してもらえるから、ね、そこいらないんだなんていう先生ももちろんいる、たくさん、ね、いらっしゃいます。はい、まあ、だから行政書士狙う人も多いんでしょうというところですね。逆に行政書士を持ってるからじゃあ調査士も狙ってみようかという人も、まあ、これだけいるということになります。はい、じゃあここまでお話ししてきて、じゃあその土地家屋調査士試験どんなものなのか、はい、ちょっとパンフレット使って見ていきたいと思います。はい、パンフレット持ってる人は11ページ開けてみてください。はい、ない方ね画面見てくださいね。はい、試験概要11ページ左側にずらずらと書いてありますが、この出題形式のところ、はい、見ていただくと、まず択一問題、はい、これマークシート形式の問題で、これが20問出てきます。はい、で何についてなのか、はい、ここで法律必要になってくるんですね。民法、不動産登記法、はい、そして土地家屋調査士法、まあ、この3つの法律です。でこの他にも、まあ、もうちょっと細かく分けていくと区分所有法だったり、ね、あと借地借家法なんていうのも、まあ、細かく言うと出てくることはありますが、まあ、ここがほとんどです。はい、ただ区分所有法なんかは宅建の勉強されている方はすんなり入ってくると思うので、ぜひ狙ってくださいというところです。で見ても分かる通り、もう不動産登記法が16問ということはもうどこを主に勉強するのって言ったら分かると思います。ここです、ね、ただここを勉強するにあたっては前提知識としてここが必要になってくるということで、まあ、民法も学習するということになります。はい、でこれが20問1問 2.5 点の配点で50点満点、はい、で土地家屋調査士試験の一番面白いところでもあり大変なところでもありというのがこの書式と呼ばれる部分で、記述式試験とも呼ばれます、ね、でこれで何するのかというと、土地に関する問題、建物に関する問題1問ずつ出て、まあ、実技試験というふうに思ってください。登記の申請を行う、これを試験問題としてこれ書いていきます。だからこっちはマークシートでなく実際に申請書を書いて、そして図面を書くという作業が必要になってきます。で土地に関してはここで測量の知識が必要になってくるので、ここで数学の学習をすることになります。ただこれも冒頭でも申し上げましたが、数学の
知識なんて学生時代にやったことみんな忘れちゃったよ。もうみんな忘れちゃってても大丈夫です。一からやりますから、ね、だいたい中学校の数学、ここがメインになってきて、まあ、高校1年生ぐらい、ね、このあたりも入って範囲に入ってきます、ね、ただ測量に必要な数学ということになるので本当に範囲は狭まってきます、ね、だからこれは割り切って試験に合格するための数学として、ね、学んでいけば、これは皆さんね、きっちり講義を受けていただければついてこられます、ね、でそこをいかに楽しんで勉強していただくか、ね、もうここをもうとにかく意識して、もう私は講義をしていきますので、途中で挫折してしまったり、ね、もうそんなことはさせませんよ、ね、最後までとりあえずやり抜いてもらいます、ね、やり抜いてもらったら絶対合格しないともったいないですからね。だから皆さんに言っておきたいのは、ね、始めるんだったら絶対に途中で投げ出さない、絶対に合格するんだ、ね、これを最後まで持ち続けられるんだったら始めよう、ね、こんな風に考えていただければ嬉しいです。はい、で建物に関する問題、建物についても私ね、冒頭で申し上げましたが、建物建てました、ね、じゃあこの登記記録を作ってくださいという登記の申請が必要なんですよ、ね、その登記の申請書と、それからやっぱり図面、これが試験問題として要求されます、ね、で今建物建てましたというふうに言いましたけれども、もちろんそれだけではないので、いろんな状況を想定した問題が出てきます。でその状況を読み取って、あ、この時はこんな登記の申請をするんだ、これを考えて申請書を書いていく。だからいろんな登記の申請があるんだなっていうのがね、見えてくるかと思います。はい、で出題の傾向も後で読んでおいてもらいたいなと思いますが、丸暗記しただけの知識では合格点には達することができない。暗記だけで合格できるんだったら正直講義なんていらないと私は思っています。だから暗記では取れない部分を中心に講義はしていくというふうに思ってください。はい、でこのパンフレットね、デジタルパンフレットとしても提供しているので、スマホだったりパソコンだったりでもね、ご覧になることができます。はい、じゃあ実際にレクの講座ってどんなものなのか、パンフレットの16ページ。はい、16ページにあるのがこの土地家屋調査士合格コース。はい、まあ、これが、まあ、シンプルな調査士試験の午後の試験の対策のための講座ということになっています。はい、でこのインプット完成講座全69回、ここで全ての知識をインプットしていきます。はい、で全体構造編、徹底解析編というふうに分かれています。まず全体構造編で大枠をつかむ。でここをしっかりと頑張った人がここについていけると思ってください。この書式の10回というのが非常に重要になってきます。はい、でまあ他のガイダンスでこの全体構造編の理論と書式の一部を抜粋したね、このインプット完成講座をちょっと覗いてみようというね、ガイダンスも挙げているので、そちらの方も見ていただければいいかなと思います。はい、そして直前ファイナル討論、はい、これがまあ模擬試験になりますね。これを受けてもらって、そして10月の本試験に挑む、こんな流れになっています。はい、でここのインプット完成講座で使用する教材というのが20ページですね。はい、20ページ、まず全体構造編で使うのが理論の教材。はい、まあ、これは比較的薄いもの、講義も3回分で終了してしまいます。で書式の方が、はい、これ10回分、スタートブックというのが、まあ、辞書代わりになりますね。はい、まあ、書式の対策って本当にあの土地家屋調査士試験特有のものになってくるので、全てのことが初めてだと思います、ね、だからここで一からじっくり学びます。はい、そして実際に書式の問題も解いていくので、問題集の方も、ね、これ2分冊に分かれます。で問題は
土地八問、建物八問、ね、これを講義の中で一緒に解いていく。はい、ここにちょっと見づらいかもしれませんけれども、2枚の紙写しています。この部分が申請書。ごめんなさいね、ちょっとぼやけちゃうかなと思いますが、申請書。これが登記の申請書です。ここに必要な事項を書いていき、そして、まあ、実際裏面になりますが、裏面に土地だったら土地の図面、建物だったら建物の図面、これを三角定規を使って書いていくことになります。これを実際に、ね、まあ、私がこんな風に動かしながら、講義の中でこのようにプレゼンターで映しながら一緒にやっていくことになります。だから通信の方もね、もちろん安心して受講していただけます。もちろん通学できる方は通学でね、ぜひ通っていただきたいなと思っていますが、全体構造では特にこの書式に力を入れてやっていきます。逆にここに力を入れてきちんとやらなかった方は、21ページの徹底解析編についていけないと思ってください。まあ、ここがメインになってくるんですけれども、徹底解析編では実際にもう皆さんに問題を解いていただいて、その後の解説ということになります。だからいかに全体構造のこの部分をしっかりやっておくか、ここがポイントになってくると思ってください。ここでしっかりと基礎土台を作った人は、ここに入ってきちんとねついていけるということになります。はい、いいでしょうかね。はい、でまあせっかくなので、ちょっとパンフレットをもうちょっと見ていただくと、今回、ね、昨年の合格者の女性2人と、まあ、対談を行って、ね、こんな風に女性でも調査士として活躍すること可能ですよ、測量の機器いじることもできますよということをね、載せてあります。はい、で実際に、はい、まあ、どんな勉強して合格できたのかというお話も聞いていますので、ぜひこういったところもね、見ていただければ嬉しいなというふうに思っています。女性でも十分活躍できるというところです。はい、でじゃあ実際に合格率どのぐらいなのかというところ、先ほどちょっとお話ししましたが、資料の1枚目、はい、最初ねちょっと飛ばしてしまいましたけれども、資料の1枚目で受験者数とそれから合格者数、合格率、まあ、この推移を表しています。はい、ちょっと受験者をね見てみるとすごく少ないなというふうに感じるかもしれません。はい、土地家屋調査士の受験者数、まあ、平成23年でまあ5000人ぐらい、そこからやはりね、まあ徐々に徐々に減ってはきています。ただ、まあ、減ってきてるのってこれどの資格試験も実は同じで、まあ、宅建だけはちょっと特別なんですけれどもね、宅建だけはこう徐々に徐々にね、こう毎年伸びてるようなところはありますが、まあ調査士だけではないです。ただ逆にこれが狙い目かなというふうに思えるところも実はあります。まあ令和2年に関してはやはりコロナの影響であまり参考にならない数値かなと思いますが、まあだいぶ減ってます。はい、ただここが減るということは、法務省としては、ね、土地家屋調査士試験って法務省の管轄なんですけれども、まあ、こことしてはだいたい毎年400人ぐらいの合格者を出す、ね、そんな基準なんですね。ということはここが減るとなったら合格率は上がってきます。はい、だからまあ昨年に関しては 10% 超えました。初めてです。はい、だからまあここが下がってきているということは合格率は少しずつ上がってるなというところです、ね、ってことはこれ今狙い目じゃんというところなんですね。はい、で、まあ、この合格率、ね、相対評価の試験なので、まあ、こんな風になっていくんです、ね、だからその年の問題が簡単だった場合はこれ合格の点数もぐっと上がります。でその年の問題が難しかった場合、合格点はぐっと下がります。だから何が言いたいかというと、相対評価の試験のいいところって、まあ、問題の難易度でぶれない、
ね、問題が難しい年に当たったら、うわー最悪ついてないっていうことにはならないんです。問題が難しい年に当たったら、他の受験生も同じように難しいと感じてできる人が少ないんです。だからその中で1点でも多く取る、そういった努力をするだけで合格は見えてきます。でもこれが絶対評価の試験だったら、例えば70点で合格ですよ、このような絶対評価の試験だったら、やっぱり簡単な年に当たった方がこれは得ですよね、ラッキーですよね。難しい年に当たったらアンラッキーですよね。でもそういったことがないので、勉強しなきゃいけないことをしっかりとやっていけば、おのずと合格は見えてきます、ね、だからやることをやる。そして資格試験の勉強ってやっぱり独特ですから、学生時代の勉強とは違う、100点狙う勉強じゃなくて合格点を取るための勉強で、ね、そこは割り切ってやっていただきたいんです、ね、例えば数学の知識が絶対的に必要、ね、これは必要です。必要だけれども、そこだけにこだわっていたらいつまでも合格できない、ね、だからこれが計算で出なかったら、じゃあこっちから攻めていこう、そういった方法も講義の中では学びます。こういったことってやっぱり独学では難しいと思うんです、ね、だから私の立場としては、とにかくどんな手を使ってでも、不正じゃないですよ、ね、どんな手を使ってでもこれは合格してほしいということを、今までの経験をもとに全て皆さんに、ね、これ伝授します、ね、こういったところはやはり予備校を使うしかないと思うんですね。だから、土地家屋調査士の受験生っていうのは、ほとんどの人がどこかの予備校を利用しています、ね、ですから皆さんには、まあ、いくつか予備校あると思うので、いろいろ見てもらって、ね、で比べて、ね、でここがいいなと思ったら、ぜひ申し込んでいただきたいなというふうに思っています、ね、受講相談に来てもらった方にもみんな、ね、これは皆さんに申し上げていますね、ここだけでじゃあいいかなっていうふうに決めないで、せっかくだから全部調べてください、いろいろ調べた上で戻ってきてくれたらいいなということをお伝えしています。このガイダンスをね、聞いていただいた方もぜひ興味を持って、ね、いただいた方、ね、一緒に勉強していきましょう。はい、ということで、各本校でね、視聴されている方はぜひ質問等ありましたら、本校のスタッフにお問い合わせください。で、ご自宅でウェブ等でね、ご覧になっている方は、遠慮なくね、お電話等でお問い合わせいただければいいかと思います。はい、ということで、実は狙い目土地家屋調査士のすべて、ここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。